人生に解放の瞬間を。米スくにこのミュージカルインザライフ。 1週間ぶりですコメスクニコです皆さんお元気ですか、えー、本日は5月2日日曜日のミュージカルインザライフはい、えー、とうとう5月に突入してしまいましたねなんかね去年の4月5月何してたっけってちょっと今思ったんですけど休校期間だったわみたいな <laughs> あの当時ね小学校であの支援員の仕事をしていたもので4月5月はねもうちもあ,、ね、あ, <laughs> あのちょっと親御さんがどうしても仕事を休めないっていう人たちがもういらっしゃったのでもうその人たちをのお子さんをちょっと何人か本当に少人数あの受け入れてたっていうのは。 あるんですけど、休校だったなって思い出しました。はい、そんなしみじみと思いつつ、今日も、えー、放送を喋っていこうと思います。それでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、本日も約30分間、どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ、この番組は。 ミュージカルという芝居歌ダンスが融合した総合舞台芸術について沖縄で役者として活動するパーソナリティー米須邦子が紹介発信していく番組です。 改めましてこんばんばは米久美子です宵の訪れを惜しむ日曜日の夜皆様いかがお過ごしでしょうか、はい、ということで本日は <laughs> すいません、ね、本日は5月2日日曜日の「ミュージカルインザライフですえー、ちょっとこれ収録してるのがこう4月23日なんですけれども。 ちょっとねこの4月23日時点で私あの咳喘息というものをちょっとあのこれ発症なのかな何なのかな分かんないんですけどあの風邪とかひいた後にあのに空咳だけ続く人まあ今の私みたいなあの鼻水とかもたんとかもほとんど出なくてまあたまに出てもなんかあの何て言うの 風とかインフルエンザの時みたいなあの黄色みたいな黄緑みたいな色じゃなくて本当に透明だけどなんか喉にかかっててせが出るみたいなねまさにこういう状態ね <laughs> っていうのを咳喘息っていうらしいんですけど私もあのただ咳が止まらないだけ止まらないだけだと思っていたら喘息だとみたいな <laughs> ちょっとねあの 自分にあの小学校とか中学校とかの、まあ、なんだろう若い頃本当にそのくらいの時代に友達がなっててその吸入とかやってるのを見たことはあったんですけれどもまあ、まあ、自分がなることはないであろうと思ってまあ,あのちょっとあの恥ずかしながら思っていたんですけれどもなってました。 だからあのなんかねもともとぜ息じゃない人とかがあの咳風邪とかひいた後インフルエンザとかひいた後にあのに気管支炎的なものになってしまいずっと咳をこじらせているのがいわゆる咳全息らしいんですけど <laughs> なってる今なってるえー、だからあのこの。 病院に行った時にお医者さんにも言われたんですけどあのちょっと今の時代今の時代ねやっぱりコロナウイルスがまた <laughs> 特に今4月末時点でめっちゃ蔓延してる延してるじゃないですか蔓延ね蔓延してるじゃないですか <laughs> だからあの多分咳ちょっとするだけでも <laughs> いや 使われたりちょっと変な目で見られたりすることはあると思うけどそこはもう赤髄族ですって言い張ってくださいみたいな <laughs> っていうまあありがたいお言葉をいただいたのでもう <laughs> ね言い張っております <laughs> えっていうのはまあっていうのがありましてはいやばい何今日話す悩みなんだ時っっあっそうえっとですね 先日、まあ、あのこれ収録しているのは月4月23日なので実際には今からなんですけれどもこの放送が皆様に届いてあるであろう5月2日には無事終演しているであろうと信じています私は「オーバーカム」<laughs> ミュージカルライブショー「オーバーカム」ですね。 多分きっと無事終焉しているであろうと思いまして本当に,本当に何だろう去年の年度末くらいにまあオーディションがありまして年度末じゃない年末年末12月本当に二十何日とかにオーディションがありましてそこからまあキャストを選んでこの歌とかダンスとかとの、まあ、M ナンバー ミュ,ージカルミュージカルってあの曲この挿入歌のことを「M ナンバー」って言うらしいんですけど私もミュージカルをやるようになってから知ったんですけれども <laughs> その「M ナンバー、まあな」まあいわゆる何番目の曲かみたいな感じですね。M ナンバーっていうのを誰がこの曲は誰が歌って誰が踊るかっていうのを、まあ、えっとこう何て言うのかな。 選んでじゃあこの人はこっちにしようっていうふうにやってでそこから、まあ、始まる練習が始まるんですけれどもあの、ね、前回の初演の時の「オーバーカムで使っ」でお届けした曲も34曲くらいあったんですけどもうでも半分以上もう半分以上ですねが 新しいオリジナル曲で,でもあ聴いてたらちょっと爆笑しちゃったものもあったんですけれども、まあ、それはね聴いてからのお楽しみということで見た人だけのお楽しみということでっていう曲とかもありつつやっぱりねあのであ先週もお届けしたエールもきっと歌ったと信じています私は。もうね4月あの 緊急事態宣言的ななのが出されたじゃないですかそれがねあの4月29日にかぶさってこないかとあの実は本当に気が気じゃないっていうねの心配でしょうがないんですけどもう<あ>もう5月とかからにならないかなって信じながら今収録をしております。で ほ本当にあのいろんな曲があるんですけど全部全部じゃないな1曲は、まあ、あのバンドメンバーの一人の玉城ゆりかさんっていう方が作った曲もあるんですけど他はもうスタジオパフォ代表の西平四郎さんが作詞作曲をして編曲はちょっとどっちだろうゆりかさんなのかなって思うんですけど。 編、まあ、曲してもハモリもバンドも全部作演奏も作って、まあ、伴奏ですね。ででダンスもまああの、まあ、キャストでもありあのスタジオパフォーのバレエ基礎の先生もしている作田作家が朝まあちょっと年下なんで普段んあーちゃんとか朝かって呼んでるんですけど。 朝香が <laughs> 振り付けしたダンスを踊ってでもうもう言葉にならない <laughs> あ、あ白さんも一応何曲か振り付けしてるんですけどほとんどは朝香ですねで <laughs> なのかなちょっと自信なくなってきたぞ多分だったと思うだったと思うで、うん 今回私は歌で参加することが多かったんですけど、まあ、一番最後の「ヘブンっていう曲があるんですまあこれも新曲のオリジナル曲があってんですけどもそれはまあダンサー側だったんですけれど他はもう出た曲は全部歌だったかなと思います。でうん もうねこの喘息のなんていうかなってしまってもうめっちゃ <laughs> あのちゃんと息吸えないし歌えないしってなってもう,もういイライラもうだしもちょっと申し訳ない気持ちにもなったりしてわー,ーってなってたんですけどなんかもう <laughs> ちょっとねあのこの話はちょっと語りたいのでし心を挟んで後半後半に。コアに いきたいと思います それでは後半に行きたいいと思います前半であの <laughs> オーバーカムの話をちょっとやったんですけども後半はえー、そうですね私がこんなに咳き込んでしまっている理由咳喘息んっていうのになってしまったんですけれどもそれについて。 あのね、ちょっと面白く面白くないんですけど全然面白くないんですけど私的には全くあのめっちゃ迷惑だったんですけどなんかなんか怪我の巧妙かなみたいな思ったことをちょっとお話ししたいと思いますえっとですねこれ私はちょっとこじらせてしまう風をこじらせてしまい風なのかなうん <laughs> とだ <laughs> 風をこじらせてしまいで咳が止まらなくなってしまい治ったのに咳が止まらなくなってしまったんですけれども <laughs> その後にあとにずっとめちゃあのやばかったんですよ。話そうとして息吸ったらごほごほごみたいな <laughs> 感じだったのであの。 深呼吸をすればいいいのかななみたいな思ってめっちゃあのめっちゃ深呼吸をしたんですけどもでも治ったり治らなかったりだったのでもうめっちゃううって思ってたんですけどそこでねなんかあのそうだ体をあったかくしたらちょっと大丈夫かなみたいな謎のあれが起こりまして。 あのそこでね私がパーって思いついたのがあの「<laughs> 鬼滅の刃」で紹介していた全集中の呼吸ってあるじゃないですか。あれをやり方知らないんですけど <laughs> あれがパーって出てきて <laughs> あそっか肺を大きく動かせばいいのかなみたいなあの謎の思考回路にね あの息ついたんですよそれで <laughs> ずっと深呼吸しゆっくりあの細く長く深呼吸するようにしたらなんかねちょっとあ細く長くもなんですけどなんかあの水落ちとか肺の辺り胸の肺の辺りあるじゃないですかここここら辺ここをなんか意識的にねこう動かすようにしてみたら なんかね呼吸が楽になったんですよね。<laughs> まあ、ちょっと私、まあ、実今回実践してみて私だけかもしれないんですけどたまたま会ってたのかもしれないですけどなんかねあの普段人寝てる時、まあ、深呼吸がま大半じゃないですか。まあうんとうん、<laughs> 大体の <laughs> 大体の人は腹式呼吸になると思うんですよ。<laughs> で、こう深呼吸し深呼吸っていうか腹式呼吸してもまだちょっとあのせがね止まらなかったりしてたのでねあの細く長くっていうのとこの胃の胃っていうのかな胃の溝ぞちの辺りを大きく動かす。 のを意識してったんですよ。なんかなんかな？何回か忘れたんですけど、鬼滅の刃の？こういうところね。あのちょっとオタク気質なところがね。思考回路そん,なそんな感じですよ。私であれねなんか何回か忘れたんですけど、なんか肺を大きく動かしたら酸素がいっぱい取り込まれて血の巡りが良くなるみたいな。まあ そしたら体の温度が上がってなんちゃらかんちゃらみたいな感じのことが書いてあったような気がしたのでもうそれを通すなんかもうめっちゃきつい時に、ね、なぜかあれを思い出してめっちゃ実践するようにし,してたんですよ。<laughs> こうやっってて咳出るととかもあちょ,ちょっと できるだけ落ち着かせて深呼吸を繰り返すっていうのをやってたらなんかねあの声てでっか分 <laughs> かんないんですけど <laughs> あなんか <laughs> すいませんこのまあオーバーカムの <laughs> リハの稽古の時になんかねあのこの。 実践して何日か目を境にして声がめっちゃ出るようになったんですよ。であの <laughs> この何て言うんですかもう深呼吸みたいなあれを実践して何日か目に <laughs> めちゃくちゃ声が出るようになってであのでっかい声は出せるんですけどちっちゃい声はちっちゃい声とかあのちょっと。 抑え気味に出してみたいな感じのものがちょっと <laughs> やったら咳き込むみたいなねこんな状態でね咳 <laughs> き込むようになっちゃったんですけどでもね逆にこういう大きい声とかはね全然めっちゃ出るんですよだからなん,なんでか分かんないんですけどねあの調節機能がちょっとあれなのかなみたいなちょっと今あのまだ全速の あれなんすか菌なんですかウイルスなんですか <laughs> 喘息のあれとあの体の免疫機能のあれが <laughs> 頑張って戦っているんだと思います。こ <laughs> てな感じでちょっと今週までは若干すき込みつつの収録になってしまうんですけれども <laughs> でもねなんかあのでもちょっとねあのあと一個。 やってて思ったのがなんか？なんか声が細くなってる時と太くなってる時の、ちょっとあの声の <laughs> 質の違いが面白いなってちょっとね。不本意にも思ってしまいましたよね。ちょっと大きい声出す時はもう全なんだろう。もう灰とかも喉とかも全部グワって開くので。まあ、まあ、もしもちろんマスクしてるんですけど、めっちゃグワッてって勝手に組んで。 あの、めっちゃ太い声が出るんですよ。<laughs> めっちゃ太い声が出る。ああ、失敗した。めっちゃ太い声が出るんですよ。<laughs> でも、なんかめっちゃ咳込んでる時に、こういう声しか出ないんですよね。<laughs> そういうのがちょっと面白いなってま、まあ、面白くないんですけどね。<laughs> 面白くないんですけど、ちょっとお、こういう声も出せるんだなって思ったのは、まあ、 実験というか本当に怪我の込みという言葉が断ずがねぴったりくるような感じですねはいでまあ5月実はですね今日5月2日じゃないですか実はですね <laughs> 私がまあ断ることに集中好きとこのラジオで公言している 宮野真守さんが出演している「ウェイトレス」っていう作品がですね本当に今日までの予定なんですよ。で私このコロナがねここまで一気に大量拡散してなかった時はね、うん、まだちょっと抑えられていた頃はちょっとオーバーカム頑張ったら。 ちょっと自分へのご褒美で見に行こうかなとかちょ,ちょっとちらっと考えてたんですよ。もう無理かなみたいな。もうここまで沖縄も,もあ,あ沖縄ももちろんですけど東京とか大阪でも、まあ、いろんなところで大量に大量一気に蔓延してもう 東京とかか緊急事態宣言を出されてしまったでではないですかだからもう見に行きたかったけど5月2日名古屋公演だったけどちょっと飛行機に乗るのがね怖いのでね無理かなみたいな今回は <coughs> すいませんちょっとニュアンスをつけようとしたらき込むっていうことに気づきました。お 今回はもうがまもうしょうがないかなと思って諦めようと思いましたでもまあねもうみんな大変だからしょうがないよねって思って諦めたっていう経緯がありありますまあめっちゃどう,どうでもよくないけど、まあ、私のめっちゃ個人的個人的なね話なんですけれども っていうのはありつつ5月まあいつまでだったかなもうとりあえずゴールデンウィークが <laughs> 明けるまではなんか緊急事態宣言を発令するみたいなことを言っていたのでうんでも沖縄も発令されちゃうのかなとか思いつつでも。 うん、ここまで広がったから、しょうがな、な、まあ、い方ないのかなとは思いつつ、でもオーー、オーバーカムはできててほしいっていう思いも込めつつ、はい、そんな感じの、今日この頃、<laughs> まあ、過去、収録しているのは4月23日でございます。はい。なので、多分ね、次、 来週までには絶対、絶対、絶対ってはちょっとあの自信ないんですけど、きっともう元気になっていると思いますので、また来週、元気な状態でお会いしたいと思います。はい、それでは後半はこの辺で失礼いたします。 コメスくニコのミュージカル・イン・ザ・ライフお改めましてコメスくニコのミュージカル・イン・ザ・ライフ今週はそろそろお別れのお別れの時間になってしまいましたえー、えー、それでは終わりの挨拶に行きたいと思いますこの番組はちょっと待ってくださいねああいい声調整中 この番組は、ラジオ FM 那覇 78.0MHz、リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見、ご感想などがありましたら、7 8 0 f m n a j p 780-FMNAHA.jp までよろしくお願いします。はい、ではでは、米須君子のミュージカルインザライフ今週はこの時間でおいとまいたします。 お相手は私、小クニ子でした。Thank you for listening.Good night and sweet dreams.